ということになっています。さあこちらは、さあこれは先日とほぼ同じような試合展開、まさのりチャンネルがまたしてもこちら、スカイフック横の洞窟あさっていたところ、モンド選手と正面対決、またも制していったのはモンド選手。ああ、これはバルキリーのウルトを使っていきましたね。これは面白い。さあジャンプタワーからさらに重ねてバルキリーウルト2段ジャンプで長距離移動。さあ一人で逃げるのは橘日菜の瀬田選手がいない中でキルポイントになるしかないのか。ポータルを繋いでは見るが虚空は残っていない。さあこれは詰んでしまった橘日菜の、日菜のキルポイントなの。さあそしてこれは正面ユフナ選手がラッター選手を落とし、さあラスト1枚になってしまった神戸選手、まだ戦う意思は見せていますが 1v3 となっては少し分が悪いか。それアンチで死ぬぞ、アンチで死ぬぞ、アンチで死ぬぞ、危ない。これは住んでのところでトロールを回避してくれるよね。危ない危ない危なすぎる。住んでのところで命をつなぎました神戸選手、個人的には少しがっかり。さあこちらは目の前、やはりレベルが上がって進化した分フィジカルも上がったか。さあデロン選手だけ活気を奪われてはしまいましたが、ダルサカ2枚生存でいいポジションをキープすることに成功しました。すごいぞダルマ、頑張れダルマ。これマサノリチームからうまく逃げ切ることには成功します。ただ一方で目の前、いやこれはダルマ選手のクレーバーどこからだ。いやこれはデロン選手のシーラが敵を撃ち抜くモバイルミニガン、待つことにおいて圧倒的火力、これはウキウキ。クレーバーとシーラ2枚抱えてダルサカデローンがアンチの中を沈めていく。今大会唯一のこのランパートが第7回 CR カップで輝くのか。残り4部隊10生存、キルリーダーに躍り出ただるま選手がまさのりチャンネルを抜く。さらにもう1点、本日のだるまはいつもよりすごいぞ。さあ蘇生することはできそうですが、一方でかなりの圧力受けていることでしょうまさのりチーム。さあそしてここから、さあ配動していたかなえ選手はユフナ選手に見つかってしまいました。これで3対3対3、 TI ルーチーム、だるさかチーム、そしてまさのりチームの3チームがこれアンチの中に入りたい。有坂どこまで飛んでいく、まずはスキルダメージを与えて、いやーこれこのランパートの壁がいい味を出しているぞ。さあちょっと吸い込まれてみた、戻ってくることは可能。さあ目の前、目があった、モバイルミニガン。さあしかしこれは回復が枯渇してきてしまった。しかしルーチームとまさのりチームはこれキルログ同じぐらい出してますよ。さあラスト、さあこれはもはやドラゴンボール空中戦、
仕留めきれるか。ワンダウンずつ取って、ツーダウン、スリーダウンと抑え切っていった。本日4日目、初戦チャンピオンを獲得していきましたのは、唯一のランパートを積んでいた有坂だるまデローン選手のチームになります。チャンピオンおめでとうございます。さあ、ドンピシャチームがこれワンダウン取ってから積極的に詰めていった。いや、素手滝選手がこれ果敢に詰めていった。ドームの中、小森メトのマスティフがたったの2発で敵をほふる。ラスト残ったのはドンピシャ選手のみ。3対1では、さすがのドンピシャ選手もさばききれない。トロールさえ出なければ、そのフィジカルはマスターにも匹敵する。この女性陣2名、ワンダウン取られたところからカウンターでの3立て。さあ、そしてこちらはクルミノアがアークスターをくっつけた。そして回ってワンダウン、さらに追いかけて、いや落ち着いてますよ。さあ、ジブラルタルにアークスターをくっつけてから、あっという間のワンダウン取っていきましたが、一旦落ち着いてここは立て直し。あまりにもラスチームの圧がすごいですね。さあ、そして下に落ちてしまっていたアドミン選手は、これはラスチームによって壊滅。さあ、そしてこうなると様々なところから射線が通る。モンド選手、虫の息、1HP でなんとか。いや、しかしこれはもうどこからも見られないことを祈るのみ。さあ、弓が飛んでくる。弓矢が壁に突き刺さっている。体にも突き刺さっている。さあ、ラスチームのキルポイントになるのか、それとも遠くから渋谷春のキルポイントになるのか。取っていったのは渋谷春。ポセックボー。いやー、この街でボセックボを持っているだけで大体誰なのか想像ついてしまうのもちょっと面白いですね。さあ、これ真後ろにも CPT チームがいますので、さらに上にも飛んでいる、いろいろ飛んでいる。これは渋谷春のドームが光る場面になるのか。さあ、防衛爆撃をまだ残しています。もちろんアンチの中にウルトを焚いて、さあ、ドームでまずは、いやー、これも素晴らしい。さあ、もうこうなってはお互いダウンを含めた激しいファイトになることは避けられない。右からも射線が通っている。ツーダウン、そして最後残った渋谷春も遠くから釈迦選手のフラットライン打ち抜かれました。いやー、ドームとウルトの判断さすがではあったんですが。さあ、そして中盤から終盤にかけてかなりいいポジションを取り続けられているこちらニルチーム。さあ、この場面、ボブサップエビオ、なんとここで CPT を落とすことに成功。一旦グレネードを投げて牽制をしながら、あとは入ってくるところを落とすだけ。ドームを焚いて体勢を立て直します。さあ、クルミノア、常闇とは CPT はボドカチームとボブサップ M チームに挟まれてここで壊滅。一方でボドカ選手がこれ隙間からワンダウン奪いまして、これはポータルに座れたくない。なんとか金バックでの蘇生に成功、これは大きい。残っているのはニルチーム、ボドカチーム。さあ、このガスウルト痛い。
しかし、エクサルビオいいぞ。グレネードと、ドムを、焚いて。いや、しかし少し、間に合わなかったか？いや、これは蘇生通りますか？早くも残り、2部隊2るチームと、住んでのところで命を救われた、ボラサップエビオ、あわや壊滅かといったようなタイミングではあったんですが、ニルチームからの漁夫がうまく噛み合って、三人生存でこの最終アンチ。さあ、しかしポジション的に少し有利なのはニルチームか？このホライゾンウルトが、いやー、この判断も素晴らしい。一瞬で、ホライゾンのウルトを無効化して、ボラサップエビをこうなってくるとまだわからないです。さあ、どっちが勝つのか？ボブサップ M 対ニル。このドームはでかい！さあ、しかし、1v2！ これで 1v1！ 残ったのは、ボブサップエイム！かなり苦しい展開続いた中で、蘇生、そしてそのままチャンピオンまで繋げました！ボラサップエビオ！そうですね。まあ、小森メト選手のジブラルタルは、まあ、比較的、マシな方。他の選手の紹介するときにマシな方っていう紹介、が、ちょっと、ね、いいのかわからないんですけど、まあまあ比較的マシな方ですので、まあ自分を使いたいとなると、まあこういう構成に必然となってくるのかな、というところでもありますが、さあ、この建物内戦っているのは、さあ、これニル選手のプラウラーが、刺さってしまった渋谷春ファーストダウンから、あっという間に2ダウン3ダウンと一気に落とされてしまいました。ニル選手、これはファインプレー。さあ、かなり積極的な戦い続いているこちらキャンディーポップ対ビッグスターですが、お互いに少し決めてにかけるようなシーンが続いています。さあ、こんな時に射線を広げるポータル引けることができたらかっこいいぞ、一ノ瀬ウルハ。まずは若干のダメージ有利を作って、いや、しかしリスクは取りたくない、いまいち攻めきれないといったような状況ですが、さあ、これ正面のファイトも長期戦になってしまうと物資の枯渇も少し心配になるかといったところですが、さあ、これ左に大きく展開している。さあ、ダメージトレード勝ってはいるが、ウルカ選手、しかしやっぱり決めきれない。なんでしょう、なんかやきもきします。頑張ってほしい、かっこいいとこ見てみたい。さあ、これ上視点側で言えば周り魚服るパーティーがいないんですが、本人たちとしてはこれだけ長いこと銃声を鳴らしていると、左右や後ろの漁夫も気になってくる時間帯。さあ、決めに行くのか、ウルトを吐いて。ウルカ選手がさ、左に1枚広く展開している CPT 選手。あれを、どう落とせるかというのも気になるところ。さあ、上。溜まりかねて、キャンディーポップがドームシールドから前へ出てきました。さあ、ドームを焚くが、さあ、ウルカ選手が1枚落としている。CPT を、さらに落として、コンクラベ、勝ったのはビッグスター！よく粘った！これは粘り勝ち収めていきました。さあ、こちらはアンチの外、ヒナーノ、ラスにやられちゃったの。
3対3から3対2。人数有利なのはラスチーム。バッテリーを巻いて魔王が詰めてくる。さあ、ちぐさ選手もダウン。そしてラスト残っているゼダー選手ですが、さあ、異次元のキャラクターコントロール、ストレイフ対ストレイフ。勝ったのはストレイフ。しかしこれは押し寄せてくる。河瀬選手がうまく漁夫のタイミング入ってきて、最終的に全てを持っていきました。さあ、これ各地で激戦が止まらないですね。上を取れている河瀬チームですが、ここもアンチ外、アンチの外から入ってくる、おそらくラッターチームでしょうか。射撃を加えていきますが、少しはみ出ていた、少しはみ出ていた。バルキリーで飛ぶことはできない。こうなるとアンチの中入る場所がない。さあ、ラッターチームは惜しくもここで壊滅。いや、1名残っているか。そして無情にも飛んでくるのがこれ、いや、素晴らしい防衛爆撃。これをやられていってしまってはチャンスがない。これぞ、なんとクリプトウルトから完璧な防衛爆撃重ねていったドンピシャチームだったんですが、これは別チームからの射線が苦しかったか。あと一歩のところで河瀬チーム抑えるに至りませんでした。入れるのか、入れてなくないか。さあ、これは寸出のところで、目の前にいるのはビッグスター。囲まれているぞビッグスター。なんとかしてくれビッグスター。この家はグレネードだけで壊滅するぞ。さあ、うまくジブドームから、なんだこれ、これは、なんということでしょう！ビッグメトスター!IQ3000 の防衛爆撃とドームが出てしまった！バス中のドーム、敵にも、はみ出て使えるぞと、見せかけて、実は足元が空いていた、プロテクションドーム、完全に騙されたニルチームは足元の防衛爆撃、直撃を食らってそのまま壊滅してしまいました。バカと天才は紙一重、今回は天才の方が出てしまった。いけるのか、セル巻いてる暇はあるのか。さあ、そして今回はバカの方が出てしまうか。コモリメト、家の中に入れない。一ノ瀬ウルハはグレネードで吹き飛び、ビッグルカスターは頭を抱えるしかありません。とはいえまだまだ可能性はあります。あとはやれることをやるだけ。ここでいい戦果を見せることができれば、なんかいいことあるかなと思ったんですが、まあ無理です。さあ、そして先ほどからうまく戦っていたこのエクサルビオ選手ですが、3部隊1対2対3、これ正面のきなこチームダメージを出してはいますが、ダウンにはつながらない。さあ、そして3人生存のまま最後の1人を取り切って、
チャンピオン決めました。きなこチーム。